さあ、釜石の市街地に入っていきます。はい、釜石です。紅葉が綺麗で、釜石のイオンは結構周りから客を集めてるらしいですよ。大槌とかその辺から、山田とかからの人、この辺ももう被害受けたのかな、多分空地になってるけど。そうですね、この右もね、うん、そのマンション新しいね。はい、これ後から建てたよね。ええー、1階が車庫になってる感じ。そうだ、津波の対策も兼ねてるんでしょうかね。ちょっと高い。はい、次を右に曲がってください。釜石市街、はい、釜石市街をぐるっと行きますぞ。ラーメン屋に行くんですけど、おクエスト、なんかおしゃれなパチンコ屋、パチンコ屋、はい、そして目の前の高架橋が三陸鉄道。はい、久々に見るビニコン。セブンイレブン。うわ、これもでかいパチンコ屋。はい、橋を渡ってください。うわ、ビルがある。なんて、青沢ビル。はい、そしてこの歌詞。これが釜石の街中の風景が。左。まっすぐです。まっすぐ、はい、ダウンタウン左じゃないの。まっすぐです。どっち、こっち、宮古、こっち、ダメなんか、毎日そういうことも。どうなった、だからこれからダウンタウンに入っていくんですよ。あら、すごい倉庫があるな、うわ、都会やん、釜石、ほら、そうですぞ、ホテル街があります。すごいね、あれ全然違うとこ行く。返せませんもんね、反対の車線見たら。で、まっすぐ行ってください。うわ、混んでる。右に曲がった車が、あ、これあれじゃないですか、仮設住宅。本当やね、まだあるんですね、仮設住宅だこれ。でも住んでるんですかね。いや、もう住んでなさそうですね。住んでなさそう。草、ペンペン草になってるし、うん、釜石大都会、大都会、ホテル群が林立する。ルートインがどこもあるんだよ。なんかちょっとデザインが違うような感じ、ルートインと。いつものルートインと。次の突き当たりを、突き当たりじゃなくて次のあの信号を右に曲がってください。これ突き当たりじゃなくていい。いやいや、突き当たりでした、すいません。釜石グレーン線、グレーンって何かな。あれ、でも梅野さん、この辺も水に浸かってるんですけど、
新しいね、とても。遠野って書いてある、右に行ったら。はい、ここから右に曲がるとホテル群が、釜石ご自慢のビジネスホテル群が林立するエリアになります。新日鉄に出張で来る人がいっぱいいる、はい、出張者がいる。観光客用というよりもはや出張者。この街の雰囲気、サンルートでもね、ビジネスホテル街よね、はい、これをまっすぐ行ってください。どこまでもまっすぐ行ってください。あれ、新日鉄の工場の左まっすぐです。まだ先、うん、この辺も水害にあった。はい、あら、この建物綺麗。イオンタウンがまっすぐ行ってください。まっすぐまっすぐまっすぐ。どこもどこの町も谷間にあるね。まっすぐ行ってください。水が集中するはず。まっすぐまっすぐ橋を渡ります。橋を渡って道に T 字を右に、正面に見えるのが新日鉄。これが新日鉄釜石の工場です。そしてこれを右に曲がってください。はい、新日鉄釜石。右、釜石駅とかじゃない。そうです、釜石の駅の前に行きます。釜石駅は動いてる。はい、釜石はちゃんと JR も来てます。そして駅ビルも結構綺麗に建て替えたし、駅の周りに新たなホテルもできたし、他にもショッピングセンターみたいなのがありますが、ただ駅の前にこのデーンと新日鉄釜石が横たわってるのが、なんか観光という感覚で言うとテンションが下がる感じですな。というか新日鉄のおかげでちゃんと JR も来て整備されたんじゃない。はい、東日本製鉄所って書いてある。JRE じゃないや、ジャパンスチール、新日鉄、釜石。はい、釜石駅。釜石とかやね。はい、そしてこれが釜石駅です。ホテルが、ホテルフォルクローロというのができたばっかりみたいですけど、コロナ禍で。そしてそのホテルの向こうにはショッピング施設もあります。ショッピング施設、シープラザ釜石。ラグビーの街って書いてあるよ。そうです。あ、釜石駅、釜石駅入る。いや、別にいいです。これで十分取れます。まっすぐ行ってください。交番って書いてある。リクシル不動産ショップって書いてある。キャマヤンがいたところでしょうか。キャマイジの、左側に延々と工場があります。古い工場です。広いね。古い工場ですけど、ケーズ電機、あれは釜石市役所でしたっけ。橋を渡ってください。まだ工場が続いてる、この辺で終わると思います。で、こちらの方はちょっと後からできた市街地のになってきます。後からできたってことは新しいってこと。中心街よりは新しいと思いますけど
この川沿いに水が、はい、登ってこなかったのかな。登ってきたはずです。でもこっちの方はあんまり被害はなかったみたいです。い、ね、さっきのあのちょっともう少し後ろの方は使ってましたけど、市役所も使いましたし。そうね、渋滞してる。ところで釜石ラーメンを食ってもいいんでしょうか。諦めますか、それとも食べてもいいけど。食べてもいい。そうですか。どっち、あのまっすぐ、まっすぐ、てかラーメン屋はもう後ろですよ。後ろ、今あの市街地走行動画のつもりだったんですけど、ダメでしょうか。もう市街地通ったんじゃない。ほぼ通りました。じゃあ適当にどこかで。この先も市街地、この先も一応市街地は続いてますけど、もう終わりです。かっぱ寿司があるよ。そのセブンのあたりで右に曲がってください。というか、まあじゃあ終わりにしますぞ。右に曲がる、はい、右に曲がってこうまた戻ってください。適当にぐるっとこの辺、あの後ろこの辺を回って。夜の帳が降りてきました。やばいです。全然工程が狂ったよ。